スペインの盆栽マドリード王立植物園に譲渡されたゴンサレス首相のコレクションアルコベンダス盆栽博物館はスペインマドリード州アルコベンダスにある盆栽の博物館1995年開館所蔵する盆栽の種類の豊富さと質の高さにおいて日本国外では最高クラスヨーロッパ有数のコレクションを有するヨーロッパにおいてスペインはイタリアに次いで盆栽の 人気が高い国とされ、1983年に創設された国内最古のマドリード盆栽クラブ、カタルーニャ盆栽クラブ、アリカンテ盆栽クラブなど68団体、愛好家5000人が存在する。2009年度に日本から他国に最も多く盆栽を輸出した都道府県は埼玉県であり、その埼玉県が最も多く輸出した国がスペインだった。 1985年にスペインを訪問した中曽根康弘日本国首相はスペイン社会労働党のフェリペ・ゴンサレススペイン首相に盆栽を寄贈。これがきっかけでゴンサレス首相は盆栽収集を趣味とするようになった。ゴンサレス首相が同1985年に日本を公式訪問した際に夫人に盆栽が贈られたことがきっかけであるとされることもある。 ゴンサレス首相は1991年に日本を公式訪問したおり皇居の盆栽コレクションや大宮盆栽村などを見学している。ゴンサレスは首相官邸に数百点のコレクションを持ち、そのコレクションはスペイン盆栽会の第一人者であるルイス・バジェホが管理した。バジェホが収集した作品などをもとにして、1995年、 マドリード州アルコベンダスのベガ公園の一角にアルコベンダス盆栽博物館が開設された。ゴンサレス首相は1996年の退任時にマドリード王立植物園とアルコベンダス盆栽博物館に合わせて100点弱の盆栽を寄贈している。2002年から各年でアルコベンダス盆栽博物館はアルコベンダス盆栽コンクールを主催している。また、 盆栽の講習会、ワークショップ、講演会などを開催している。2014年には、日本スペイン交流400周年記念事業の一環として、第7回アルコベンダス盆栽コンクールが開催された。2015年1月13日には、日本のバラエティ番組、ところさんの日本の出番、で、バジホ館長とアルコベンダス盆栽博物館が紹介された。 約900平方メートルの展示スペース、ワークショップ、苗床、倉庫、教室などの施設で構成され、約300点の盆栽をコレクションしている。中曽根康弘日本国首相、竹下登日本国首相が、フェリペゴンサレススペイン首相に寄贈した盆栽もコレクションに含まれる。日本の盆栽家である、木村雅彦、加藤三郎、竹山博寺川保住、 小林国夫、今市春、鈴木真嗣、小形主観、森前聖司らの作品があり、ヨーロッパの盆栽家であるルイス・バージェホ、エラスモ、ガルシア、ガブリエル・ロメロ、フリオカノ、マリオコ・ムスタ、サンドロ・セグネリなどの作品もある。日本とスペインでは、気候や植生が大きく異なるため、博物館に展示している作品に使用される植物は、スペイン固有種が中心であり、 果樹として広く栽培されているオリーブを用いた盆栽もある。かつてスペインでは盆栽に使用するおやきの輸入制限が行われていたが、現在では日本産や中国産のおやきの入手が容易になっており、松やカイデなど東洋で見られる植物の盆栽も数多く展示している。ありがとうございます。